Wacom has released a new lineup of its Intuos series of pen tablets. Starting with this new range of products, Wacom is also unifying its brands. The new products will be available in two versions, a professional range, the Intuos Pro, with 2048 levels of pen pressure and angle sensitivity, and an entry-level range, the Intuos, with 1024 sensitivity levels.従来はバンブーをお使いいただいていた方々も含め広くカバーさせていただけるようにブランド再構築したのに加えて、通常のペンタブレット以外のですね、iPad での操作環境というところまでブランドとしてカバーしていくとトータルソリューションとして、提供できる形をしたというのがIntuosの一番大きなブランドの変更になります。Intuos Pro はですね、妥協を許さないプロのクリエイターの方々に向けた創作ツールとして、自信を持って提供していく、ブランドになります。基本的には Intuos 5の、仕様をですね、継承しつつ、エルゴノミクスデザインを、さらに強化した点と消費電力とワイヤレスのサポートですね、そういったところを強化してあります。通常のIntuosラインはですね、従来のバンブータブレットを使っていただいているお客様ターゲットではあるんですけれども、さらに、そのデザインをですね、洗練して小さくして、かけるスペースはそのままで筐体そのものを小さくしているので操作性非常に上がっています。でさらにワイヤレス設定になっていますので作業環境を選ばないですし、使い勝手のいい製品に仕上がっていると思います。The Intuos Creative Stylus, which gives 2048 pressure sensitivity levels on the iPad, will also remain part of the Intuos series. 従来、iPad となると、そこでクリエイティブ活動をしようとするとですね、筆圧が効かないですとか、メモを取る程度しかできなかったんですが、クリエイターの方々よく iPad をお持ちですし、そういった中でも創作環境を作りたいというニーズが非常に高かったものですから、我々の方でですね、筆圧に対応する技術と、あとバンブースタイラスというペンを持っているんですけれども、そちらで培った iPad 用のですね、ペンで培った技術を融合させて、プロのクリエイターの方々でですね、iPad で創作活動できるように、チューニングした、自信作になっています。Dig Info News.